おはようございます。感染者の家には漏れなく病名を書いた札を貼るべし。明治半ば、政府内でそんな意見が強まる中、反対の声が上がる。それは国民は誰も感染予防に協力しなくなる。反対派の代表は内務省の衛生局長だった永与千斎である。藩医の家系に生まれ、岩倉具視率いる使節団の一員として欧米を視察。病気の予防を個々人に任せる日本流とは違い、政府や自治体が尽力していることに感銘した。日本には存在しない公的な健康保護の仕組みをどう広めるか知恵を絞った。呼称として養生、保険が浮かぶがしっくりこない。選んだのが中国の古典にあった衛生。字面が黄河で語感も悪くないと後に説明した。各自治体に衛生委員を置いて、今の保健所に近い権能を与えた。悩みの種は警察との分業だ。感染症が急拡大するたび、患者の強制隔離や近隣封鎖が増える。コレラが猛威を振るった年、警察の過剰介入に異を唱えたが阻まれる。よほど不本意だったらしく、その年の経験を自ら明治19年の頓挫と呼んだ。千歳の業績に詳しい小島和孝桃山学院大法学部教授によると、役所が感染者をまるで犯罪者のように扱う危うさを千歳が見抜いていた。官と民の協力こそ感染症を抑える最善の策だと確信していたからです。現下のコロナ禍でも政府の対策に強圧の影が覗く。風俗営業法を根拠にして警官を店に立ち入らせるのは果たして良策か。後世にコロナ期の頓挫と嘆かれたくはない。今日も微笑みを忘れずに、いつもご視聴ありがとうございます。南蛮大仏。